こんにちは、マキユヤです。お願いします。僕は本格的に筋トレを始めて2ヶ月で腹筋の割れた体型を手に入れることに成功しました。そこで今回は実際に僕がどんなトレーニングをしてどんな食事制限を行ったのかを紹介します。ぜひとも参考にしてください。まず1ヶ月目は何をしていたか。その日の気分や体調によって変えることもありますが、基本的なメニューは次の通りです。ベンチプレス3セット、バーベルスクワット3セット、腹筋、背筋。ベンチプレスもバーベルスクワットも1セットあたりの回数は10回が目標でした。とはいえ、1セット10回できない時もありましたし、調子の悪い時は3セット目をしないで変える日とかもありました。腹筋と背筋は体が上がらなくなってできなくなるまでしていました。他にも余裕があれば、ジムにあるマシンを適当に選んで1、2種目追加。筋トレしない日は気が向いたらランニングなどをしていました。最初の1ヶ月目はジムに週3回以上行きました。最後の週は目標体重に到達するかギリギリだったんで毎日行きましたね。ただ今だからわかることなんですが、毎日同じ箇所を鍛えるのはやめといた方がいいです。筋肉の成長には休息も必要なので。あと腕立て伏せなどの自重トレーニングもいいんですけど、ジムでバーベルなどの器具を使って鍛えるとめちゃくちゃ効率よく鍛えられると実感しました。特に初心者はかなり筋肉が成長します。自重トレーニングならではの良さもあるんで、自重トレーニングを取り入れるのは賛成なんですけど、筋トレ初心者だからバーベル使うのはやめとこうとか、そういう考えは本当にもったいないです。あと腹筋はトレーナーさんに教えてもらった方法で行っていたんですが、この腹筋がめちゃくちゃ効きます。普通の上体起こし、こういう腹筋ですね。普通の上体起こしではそんなに効いてる感じがしなかったんですけど、今から紹介する腹筋はめちゃくちゃ効きます。マジでおすすめです。ちょっとやり方をお見せしますね。まずベンチ台に寝転がります。頭付近の場所をつかみます。で足を上げて下ろす。これだけです。腰を反らすとドラゴンフラッグという種目になってもっと効くんですけれども、それは筋トレ上級者じゃないとできないです。なので腰を反らす必要はありません。足を上げて下ろす、この繰り返しだけです。先ほどのやり方が難しい人は背中を一旦ベンチ台につけてもいいです。僕も初めはこの方法でやっていました。背中をつけてから足を下ろす。これでも十分すぎるほど効きます。上体起こしでいまいち効果を感じられなかった方はぜひ試してみてください。2ヶ月目はジムに週6、7回ほぼ毎日行ってましたね。でも毎日同じ部位のトレーニングをするのは休息がないからダメだなと気づいて、あと他の種目も追加したいとも考えていたので、2ヶ月目の途中からメニューを変えました。2つのメニューを用意して1日目に A というメニューをしたら、次の日はもう1つの B というメニューを行う。このサイクルをずっと回していました。で実際どんなメニューを行っていたか。1つ目のメニューがベンチプレス3セット、ダンベル、懸垂、背筋、あと気が向けばジムにあるマシンを適当に選んで行うといった感じでした。ダンベルはアームカールとハンマーカールとサイドレイズを行っていました。アームカールはこういうダンベルを持ち上げるやつですね。でハンマーカールはダンベルをこう縦に持って、こういう風な動きでダンベルを持ち上げるやつですね。でサイドレイズはダンベルを持って腕を横に上げる動作ですね。これらの種目を行っていました。ダンベルのセット数ですが、1セットで終わる時もあれば3セットする時もありました。1セットあたりの回数は10回を目標にしていました。懸垂も最初の頃は全然できなかったので、セット数とかは意識せずに無理せずできる範囲で頑張っていました。でもう一つのメニューはスクワットを3セット、腹筋、あと気分が向けばジムにあるマシンを適当に選んで行うといった感じでしたね。こんな感じで2ヶ月間トレーニング頑張っていました。次に食事内容を紹介します。まず1ヶ月目は何をしていたか。朝食はバターコーヒーを飲んでいました。バターコーヒーは腹持ちが良かったりなど、ダイエットしたい方には嬉しいコーヒーとして紹介されています。シリコンバレー式自分を変える最強の食事という書籍で紹介されて流行りましたね。初日や2日目は空腹を感じたんですが、3日目から確かに空腹を感じにくくなりました。バターコーヒーのおかげで空腹感があまりなかったので、昼食は少し遅い時間、14時くらいにとっていました。
メニューは結構好きに食べてましたね。カレーとかも食べてました。さすがに揚げ物は避けてたんですけど、基本的には魚料理の定食が多かったです。白米も食べてました。あと、無理に食事を抜きすぎるのはやめておきましょう。僕も丸一日炭水化物を抜いたりした日もあるんですけど、頭がぼーっとして仕事になりませんでした。夕食は基本的に鶏肉と野菜です。でも最後の方は本当に秋が来たので、途中で低糖質高タンパクの宅配弁当を注文して、それを食べていました。僕はナッシュという宅配弁当を注文して食べていました。自分で作るダイエット食に飽きたら、そういう宅配弁当を注文するのもありですよ。意外と美味しかったです。あとトレーニングする日はプロテインを飲んでいました。トレーニングするだけじゃ筋肉を傷つけるだけで意味がありません。しっかり筋肉に栄養を与えて回復させるためにもプロテインは飲むことをお勧めします。飲み物は基本的に朝のバターコーヒー、水、プロテインだけです。あとどうしてもお酒が飲みたくなったらリンゴ酢とかを炭酸水で割って飲んでました。まあ何回か誘惑に負けて酒飲んでドカ食いした日あるんですけどね。2ヶ月目はきっちりとした食事制限はしていません。とはいえ僕はもともとお菓子とかそんな食べないんで、間食はあまりしていません。3食好きなものを食べる食生活という感じです。あと2ヶ月目の途中からクレアチンを飲んでいました。クレアチンは筋肉の原料になるというより、エネルギーを作るのを助けてくれるので、高重量を扱いやすくなるんですよ。そうすると筋肉をより追い込めるので、筋トレの効率が良くなります。値段もそこまで高くないんで、筋トレ初心者の方にもおすすめですよ。このような感じで2ヶ月間を過ごした結果、腹筋の割れた体型を手に入れることができました。シンプルでやることは分かりやすかったと思います。そこまでハードな内容でもないと思います。これくらい頑張っただけでも2ヶ月で体型は結構変わります。ただ2ヶ月だけだと下っ腹の脂肪を取るのは無理でしたね。下っ腹の脂肪を取りたいならもうちょっと頑張らないといけないかなといった感じです。もっと効率のいい方法あると思うんで、情報ある方はぜひコメントください。あと実際に2ヶ月間ジムでどんな感じで筋トレをしていたのか、トレーニングの様子とかをまとめた動画もあるので、ぜひそちらもご覧ください。概要欄に URL 貼っておきます。何はともあれ、まずは1ヶ月頑張ってみませんか。体を鍛えると頭も冴えるし、調子も良くなるし、いいこと多いですよ。それじゃあぜひ他の動画もご覧ください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。このチャンネルではうつ病を経験した僕が様々なことに挑戦したり、挑戦して得たノウハウなども発信したりするので、ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。